歴史的文献探索秘密結社明治33年1900年3月フランス哲学博士リニオレチョその10秘密結社の種類秘密結社の儀点秘密結社の種類今や秘密結社そのものを高級学問探求する時となった私はこれにより 秘密結社がどのように組織されているか、どのように整理されているかについて、簡名に概略を記しておきたい。秘密結社には、異なる2種類が存在している。1つは、全く、自由公社の規則によって組織されているものにして、階級上の異界と管理上の異界、この2つの異界の体系を有しているものである。この秘密結社は、完全な自由公社と呼ぶ。 一層簡単で階級上の異界はなくただ管理上の異界があるだけであるこれを未完の自由公社と呼ぶ公社未完の自由公社は自由公社一般の目的のほかに常に特殊の目的を持っている例えば労働者を資本家の干渉から脱却させること指定の教育に対する宗教的影響を全体することなどであるこのような違いはあるにせよ この二社は共に公社的秘密結社と呼ぶことが相当である。なんとなればその組織といいその目的といい自由公社の中心に期していくものだからである。そしてこの二社にはそれぞれ多くの結社が随伴している。もとよりそれぞれその関係は真相の違いはあるにせよいずれも何らかの関係を有するものである。その中のある結社に至っては 秘密のものののももでではなく公然のものであるこれは自由公者の一構成部分ではないとしても確実にその助動者であることが認められるものである。なんとなれば自由公者と同一の精神を有しもしくは同者の指導の下に立っているからである。秘密結社の疑点前章で述べた秘密結社の2種類のうち完全なる自由公者の数は極めて多いのであるが。 それらが相違するのはそれぞれが持っている義典のゆえである各社は皆固有の義典を有しているここで義典というのは肖像規則規模慣例等を総称するものであるただそうだとしても義典そのものは結社を構成するものではなくただその法則となっているのみである理論的に説明すれば義典が異なる分 それだけ独立の何と,と,となればその議点によって各社の階級や監督体制等が皆完成するからであるしかしながら実際においては一議点を有する校舎は往々にして他の議点を有する一大校舎に付随しつつあることを認めることができるこのような場合においては前者がたとえ固有の規則を有すると言ってもその実 公者、一大公者に起源しているという意味において、これに従属するものであるといえる。その活動精神や追求する目的からいうときは、すべての公者があたかも皆、一致、共同する団体のように思われるけれども、いわゆる総理総裁のような人がいて、すべての公者が皆、その規則によって、これに従属するべきであるというような義務はない。もちろんある場合において、一社の指導を得ることができると言っても、 そしてまた、実際これを仰ぐものがあるといっても、これは相互の交渉もしくは狩猟の採択によるのみである。実際には、同一の地域にあっても、種樹の校舎が相分裂しており、外部の関係が全然ない場合をも認めるのである。偽典の主要なものを挙げれば、十種類があり、その名称のごときは、社外の人々が知る必要がないものと思われる。そして、1九百年当時、 多数の党員を有する議典は順に言って第一にヨルク議典で英国及びその植民地大英帝国域内において行われるものにして党員75万人猶予も要している第2は旧エコシア議典でフランスイギリスイタリア等16万人の党員から採用順法されているものである第3はヘドロム議典でドイツのエコシア 星党の党員9万2千人を有するものである第4はフランス議典順報者1万8千人がいてフランス代行者に従属するそして議典順報者の総数は世界中で100万人猶予に達するのだ